大井川鉄道スロニ200系客車は大井川鉄道が所有する伊川専用の客車。中部電力の専用線から大井川鉄道伊川線に変わってから初の新型車で観光鉄道として本格的に急増する登山客を受け入れる目的で製造された。1961年に日本車両製造でシート機200系の台車などの走行機器を利用して 2両が製造された。本形式の特徴は、一方の車端部が荷物室になっていることで、この部分はステンレスムットの外反なので識別は容易である。スロに201の以下は型、202の近見型が荷物室である。窓は2段窓が並び、車端部は切り妻で2枚窓、デッキは2箇所にある。この車体構造は翌年に製造された。 スロフ300系以降のイカワ客車のベースとなっている。定員は42名で、そのうち座席定員は28名である。また荷物室の荷重は1.1トンである。車内はロングシートであるが荷物室の部分は床も一段高くなっており、この部分には当初は座席は設置されていなかった。もともと展望デッキとして使用されていることが、 多かったが、近年座席が設置されている。また、2015年の機関車、トーマス号運転に伴い、6月7日から7月24日の同列車運転日に先頭川根両国間で臨時列車が運転され、その車両に、スロニ201プラス202が使用された。スロニのみの編成の列車はかなり珍しいものとなっていた。スロニ200系の車内、手前が、 荷物室、ありがとうございます。